今までとは違う新しい食感で面白い。味と香りが深くて美味しい。今日の静岡さんはオリーブ卵を使ったバウムクーヘンです。静岡市葵区にあるオリーブオイル専門店クレアテーブル、中に入ってみるとたくさんのオリーブオイルが並んでいます。自家製から海外のものまで毎日ラインナップが変わり、1日におよそ30種類のオリーブオイルを販売しています。さらにここではコーヒーやワインのように自分の好みのオリーブオイルを探すこともできるんです。オリーブオイルの中にはオレイン酸が豊富に含まれていますので、抗酸化作用に期待ができます。普段使いの油としてサラダ油ではなくてオリーブオイルを利用される方っていうのも増えてきてるのかなと思います。このオリーブオイル専門店が4ヶ月前から販売を始めたのがこちら、オリーブ卵のバームクーヘンです。オリーブの木をイメージして作られ、クッキーのようなザクザクとした食感がポイントです。親しまれる商品って何だろうってなった時に、焼き菓子とかがやっぱり親しんでいただけるのではないかなっていうところでバームクーヘンを考えておりました。そこで声が上がったのがオリーブを使った卵。作っているのは富士宮市にある朝霧宝山ファームです。この養鶏場にはある特徴が。こちらがですね、エイビアリーと呼ばれる養鶏の新しいシステムなんですけれども、ちょっと日本にはあまりないような珍しい鳥の飼い方になります。エイビアリーとは鶏たちが自由に歩き回ったり砂遊びができたりするシステムのこと。ストレスを減らすことでより美味しい卵を産むことができるとされています。餌に使っているのは静岡県産のオリーブ。栄養素が多く含まれるオリーブは人間だけでなく鶏の健康にもいいそうです。この餌を食べることで殻に変化があったといいます。結構しっかり硬いですね。普段の卵よりもちょっと殻が分厚いというか硬めな感じですね。健康に育ってるんでカルシウム分をきちんと吸収して卵になってるっていうことの証拠ですので。中身も一見差はないように見えますが、よく見ると白身にツヤがあり分厚いのが分かります。白身がしっかりした味のある白身なものですから、ケーキとかバームクーヘン含めたスポンジなんかにも非常に合うんじゃないかなと思って、楽しみなお話だなと思っておりました。そのまま食べても美味しいバームクーヘンですが、オリーブオイル専門店ならではのおすすめの食べ方が。こちらのレモンオイルにつけてお召し上がりください。はい、クレアテーブルで販売しているレモンが入ったオリーブオイル、少しつけて食べてみると。いただきます。口の中に入れた瞬間にレモンの香りが広がって、オリーブ卵を使っているからオリーブオイルとすごく相性がいいですね。楽しんでいただけるような商品をたくさん作っていきまして、静岡県にオリーブ農園があるんだよっていうことをより多くの方に知ってもらえる機会になれたらいいなと思っています。はい、まさにオリーブとオリーブの贅沢な、組み合わせでしたけれども、鶏の餌にオリーブを与えることで、卵の殻が厚くなったりとか、あとは白身の部分が分厚くなったり、そんな変化があるんですね。面白いですよ ね。ちなみにオリーブの木は、潮風だったり寒さに強いとされているんですけれども、オリーブ卵のバームクーヘン、オリーブの木をモチーフに
されているということで、なるほど、ハードタイプになっています。つまり食感がしっかりしているということですね。そうなんです、ザクザクしていますね。でこのバームクーヘンはクレアテーブルさんで販売されていますが、オリーブ卵自体は藤枝市にあるクレアレストランで買うことができます。